つなぐ人と人を。つなぐ、それは技術と科学を。つなぐ日本、そして世界を。つながり進化していく技術科学、その礎となる技と英知を極め、新たな時代を創造していく。未来へと続く挑戦が今始まる。日本のほぼ中央に位置し、日本屈指のものづくり立国としても知られる愛知県。豊橋技術科学大学は愛知県の東部、豊橋市にある国立大学です。1976年の開学以来受け継がれている豊橋技術科学大学の理念、それは技術を極め、技術を作る。豊橋技術科学大学は技術を支える科学の探究によって、新たな技術を開発する学問、技術科学の教育・研究を使命とし、実践的・創造的かつ指導的技術者・研究者を育成するとともに、時代を切り開く技術科学の研究を行います。豊橋技術科学大学は融合力強化を軸とした研究力強化を推進していきます。2016年4月には新しい価値を創造し、地域社会の活性化に貢献する研究拠点として技術科学イノベーション研究機構を設置しました。今後、既存のエレクトロニクス先端融合研究所と4つのリサーチセンターの研究活動に横串を通し、戦略的に研究を推進していきます。エレクトロニクス先端融合研究所アイリスは、世界を先導するエレクトロニクス基盤技術分野と、その技術を応用して研究を展開するライフサイエンス、医療、農業、環境、情報通信、ロボティクスなどの先端的応用分野との新たな融合を目指す異分野融合研究のための国際研究拠点です。さらに大学としては、世界でも類のない特色のある半導体集積回路の設計から製造、評価までを一貫して行うことのできる LSI 工場と連結することで、世界最先端の研究を推進していきます。人間ロボット共生リサーチセンターは、ロボット分野での最先端の研究成果を活用し、地域の医療機関や企業との連携を図り、ロボット技術の発展的実用化を目指しています。先端農業バイオリサーチセンターは、地元の農家と共同で新しい作物を栽培することで、本学の技術を地域に還元、次世代の農業に携わる人材を育てる講座の開講など、農業を通じて地域の再生を目指しています。安全安心地域共創リサーチセンターは、安全で安心して暮らせる地域社会づくりの拠点。自然災害だけでなく、環境や生活に関係する幅広いリスクを低減する研究・技術開発を行っています。未来ビークルシティリサーチセンターは、自動車関連の次世代技術の研究を進めています。電気自動車に電力を供給するシステムのほか、事故を未然に防ぐ技術や地域経済への影響など、幅広いテーマに取り組んでいます。
創発型システム研究の推進、社会システム研究の推進、先端融合研究の推進を目標とした3つの戦略研究部門を設置し、学内からの公募によって審査を経て採択されたイノベーション共同研究プロジェクトを実施していきます。技術科学イノベーション研究機構において推進される産学共同の研究プロジェクト活動が、本学と産業界との連携を一層強固なものとし、さらなる人材交流、技術交流へと発展することを願っています。産業構造の変化やグローバル化時代にマッチした人材育成を目指し、本学では教育研究組織を5課程専攻としています。先端的技術の一端を担い、新たな時代のものづくりを支える機械工学。そのフィールドは幅広く、ロボットから福祉、環境まで、より豊かな暮らしのために機械に関する全ての技術を学びます。全方向移動車椅子に関する研究を行っています。実際に車椅子乗ってる方に使用してもらったりして評価していただいているので、それを生かしてさらにもっといい車椅子を作っていけたらいいなと思っています。知的創造時代の要、電気・電子情報工学。自分の今の研究が、部品を選んで回路を作って、安全面だったりそういうことを考えながら回路設計開発していく。材料エレクトロニクスや情報通信システムを極め、深い専門知識と高い研究開発能力を兼ね備えた人材を育てます。日々進化する高度情報化社会を牽引、情報・知能工学。目指すは情報関連分野に精通するリーダー的なエキスパートです。私が研究しているのは、この人間の視覚に関係した脳波っていうものを通じてそれを研究しているんですけど、それがやっぱり日常の生活に近いレベルまで、その研究していることが活かせるようなところまで持っていきたいなというふうに考えています。科学と生命科学に関わる幅広い分野の教育研究を行う応用科学生命工学。物質と生命を原子・分子レベルで理解し、自然との共生を図りながら人類の発展に貢献する人材を育成します。目指すは国際的に活躍できる先端技術者です。微生物の研究を行っているんですけれども、例えばがんですとか、そういう今まで治すことが難しかった病気に対する特効薬として、 RNA などの核酸医薬という薬が最近開発されております。私が今使っている微生物は、その RNA を体の外に勝手に出してくれると、RNA を安く大量に作る技術の開発を目指してくれる。建築・都市システム学では、人と地球に優しい建築や都市をデザイニング、さらにシステムとしてマネジメントするための技術も学んでいきます。全国各地の高専から学生が集まってきますので、すごくそれぞれの学校によって学んできたことも違いますし、とてもいろいろな刺激を受けることができました。教育・研究をサポートする充実の施設群。2017年3月、豊橋技術科学大学附属図書館は、これまでの概念とは大きく異なる新しい図書館として生まれ変わりました。図書館の1階マルチプラザは、キャンパスの中央にさまざまな人々の交流とイノベーションの創出、
技術者や研究者の育成の場となるように様々なエリアが設けられています。また図書館北側の外部パブリックスペースは人の流れを大切にした一体的な空間を生み出し、多文化共生グローバルキャンパスの核となるよう整備されています。福利施設棟には食堂や売店、書店などが完備。学生交流会館は食事をしたり歓談をしたりと、学生や教職員たちの憩いの場として利用されています。キャンパス内にはまるで公園のような芝生広場も。天気のいい日はテーブルでバーベキューも楽しめます。全国から集まる学生たちに対応し、本学ではキャンパス内に12棟775個全室個室の宿舎を設置。落ち着いた環境のもと学習研究に打ち込むことができます。また開学40周年記念事業として建設した学生宿舎 TUT グローバルハウスは、日本人学生と留学生が生活を共にするシェアハウス型で、国内にいながら国際生活を体験できる環境を整えました。5人の個室のほか、共用部分であるリビング、ダイニング、キッチン、シャワールームを設け、生活を共にすることでグローバルな感覚を磨き、世界に通用する人間力などを培います。サークル活動も活発です。その一つが NHK 大学ロボットコンテスト、通称ロボコンで、何度も全国優勝を経験しているロボコン同好会。豊橋技術科学大学の名を全国、そして世界へと知らしめています。他にも体育系、文化系ともに様々な団体を結成、仲間とともに充実したひとときを過ごしています。さらに大学祭や駅伝大会など、学生生活を彩るイベントや行事が1年を通じて行われます。学部と大学院の一貫教育システムを構築する豊橋技術科学大学では、学部の学生のほとんどが本学の大学院に進学しています。博士前期、修士課程の進路状況はご覧のようになっています。また博士前期、修士課程修了生のうち、就職を希望した学生たちは 100% という高い就職率を誇っています。博士後期課程を修了した学生たちは、技術者として企業の就職を果たしているほか、研究者の道へ進む学生たちもいます。業種別では製造業が中心です。主な就職先はご覧のようになっています。本学で得た知識と経験は社会での大きな武器に。研究室で素材の、金属についての研究をしていたんですけども、その時の金属の知識であったり、もしくは授業で習った、鉄の変化ですね、そういったものがどのような焼き入れがいいだとか、どのような溶接がいいのか、そういうことが役立っております。工業高校から豊橋技術科学大学に入学したんですけれども、工業高校でしたので、そんなに知識があまりなくて、大学で非常に苦労したんですけども、友人であるとか、もしくは先生であるとか、一生懸命教えてくださるので、不安を持たずに入学してもらえればいいかなと思います。一方、研究者として活躍する卒業生も。企業に進まれる方ももちろんたくさんいますが、この私のように研究を続けるという人もいます。で、やはり研究を続ける人っていうのは、やはりその
研究が面白いから続けたいとか、研究が楽しいとか、もっと深めたいとか、そういう目的で進まれると思うんですね。なので自分がもっとこれから大学出て10年20年30年と研究を続けたいならば、やっぱり研究者の道を選ぶのがいいと思います。卒業生たちは就職先の企業や研究機関から高い評価をいただいています。それはまさに本学が誇る日本トップクラスの技術者教育が浸透している証と言えるでしょう。豊橋技術科学大学は名前にもある通り技術科学の大学です。技術科学、つまり物を作ったり、あるいはその物を作る原理を明らかにするというテーマは日本にとっても非常に重要な分野だと思っています。その分野で日本社会、あるいは世界の人々により貢献できるような大学になりたいというふうに考えています。技術科学の教育研究をしていただくということになるのはもちろんですけれども、加えて国際化ということを本学では重視していますので、海外で研修を受けたり、あるいは海外に留学したり、あるいは本学に来ている留学生と一緒に勉強したり研究する機会に恵まれることになると思います。将来技術科学大学の道で国際人になりたいというふうに考える学生の皆さんは、ぜひ豊橋技術科学大学に来て一緒にこの挑戦をしていきましょう。人と人、技術と科学、そして日本と世界、つながることで生まれる無限の可能性。最先端の研究とグローバルに活躍できるリーダーを育てるフィールド、それが豊橋技術科学大学です。技術を極め、技術を作る。豊橋からアジアへ、そして世界に向けて、豊橋技術科学大学は挑戦し続けます。未来へとつながる技術科学の新しい時代へ。